こんにちは。前回、これから昼の時代にね、どんな風に変わっていくのっていうのをお話ししました。私の体験を通して、こんな風になりますよっていうお話をしました。欲しいものは手に入ります。そして、お金にも困りません。もちろん困りません。えー、払う前にお金は降りてきます。 そして時間も自由でフリーで好きなように仕事をしある程度決まってますけどそ,のそこに行って、えー、と来る人たちとおしゃべりしながら楽しく私は仕事をしています、えー、こういう自由で楽な生活が待っていますよというお話をしましたではどうしたらこうなったのっていうのをここのところお話し,しますね、えー、どうしてここのところまで来たのかっていうとやはり、えー、切り捨てなさいと言われたものを全部切り捨てました 自分の中で、これはダメだよな、あれはダメだよなって降りてくるものがあるわけですよ。人に縛られて、わーわー言われて、文句言われて、自分の意に沿わない仕事をしていたわけですよ。これをもうズバッと、あと4日でやめますっていうね、状態でやめてしまいました。本当にね、相手方には迷惑はかけましたけど、 実際に私がどれほど大変な思いをして仕事をしていたのかっていうのは後々よく分かってもらったようなので良かったです。えー、自分私ががやらないことによって他の人が苦労はするんですよでもそのことによってあのどこに問題点があって何が駄目なのか。 どうしてこれを続けたらダメなのかっていう問題点がはっきりしてくるわけですよね続けるべきでないことを無理やりに私が頑張って続けていたわけですあの頃はだからやめたことによってみんなが楽になっていきましたそれからお金ですもう支払いが大変で大変で何百万もね借金もちろんありましたから私は相当もう今までの人生の中でこう作った借金会社作ってからね作った借金を返すのが もう仕事の理由でした。<laughs> 何のために仕事をするのっていうと、借金を返すためっていうね。これしかなかったです、過去においては。もちろんね、あの、人の世話をするのが好きだから、人を治すのが好きだから、人を助けるのが好きだからでしたけれども、これとは別に何を目標かというと、毎月の支払いでした。これが全て、あの、なくなった。というのが今一番大きな喜びです。 でどうやってなくしたんですか?」って言ったらとにかくお金のこと忘れました支払えない月もちろんありましたコロナの真っ最中に2ヶ月ぐらい落としたこともありましたでごめんなさいっつってまあねコロナの最中だったんで1ヶ月待ってもらえたりとか払えるまで待ってもらったりとかしましたで、えー、人にお金を借りて返したこともありもちろんねすぐ返しましたけどまだ返せてないお金もあります でこのお金に関しては心を鬼にしして立ちましたもうただただあの自分の未来を信じてあの世の中が変わったことを信じて全てを信じて自分の心を鬼にして断ち切りましたもうお金のことが頭からふわっと上がってくると「ありがとう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 」ありがともう「ありがとう」だけを唱え続けてひたすら。 唱え続けましたで、えー、大きなお金が入ってきてまあ、あの遺産ですけどね相続でそれで全部借金返しました。でこれは予期せぬことでうちにあの相続する財産があるなんてことも知らなかったので父が亡くなってから発覚したことであのすごく驚きましたがほんと助かりました。 で私にはね、親は財産残してくれませんって、これ聞いてる人、思うかもしれないんですけど、これは一つの一例に過ぎなくて、あくまで一つの例題です。例えば、今、15万ぐらいの,あの家賃のところに住んでます。これが7万になったら、毎月7万円ずつ支払いが減るわけですよね。こういう形で年間7八84万、ね、あの10年いったら800万ですよね。違うわけですよ、家賃だけで。 だから、必ずしも親からお金が降りてくるということではなく、誰かから支援してくれるかもしれない。ひょんなことから、誰かね、と恋をして恋愛して一緒に住むことになって、あの、自分の借金は返せるようになるかもしれない。これはわからないんですよ。だから、とにかく人と喧嘩しない。他人のことは見ない。 誰々が悪いとか何々が悪いとかいう理由をよくつけてしまうんですがそうではなく人を見ずに人にかかわらず、えー、自分の中でとにかく信じて今目の前にある材料をどうしたらお金に変えることができるのかお金を減らすことができるのかうまく自分が生活できるような金回りができるのか。 これを考えてくださいよくね王の時代の話をするとセミナーであの生活保護でいいっていう話をするんですけどやはり生活保護はかなり知りり知合いがががやってますが規制がありますす規制あ今の若い人たちが生活保護で満足できるとはちょっと思えないのでやはり自分の能力を磨いてね、えー 必ず自分の自立した生活力によって生活してほしいと思いますで能力っていうのは本当に自分の好きなことでいいんです好きなことを具現化するで具現化する力がないよ、うん、もう分かんないよっていうね人がいたら、えー、自分と同じようなことをやってる人自分の好きなことをやってる人が必ずいるので 探してみてみくださいなんかね物を作って売ることが初めのうちは全然もうこんなもんかよなんでこんなもん売ってるんだよなんていうことをね言う人もいるかもしれないけど続けてるとだんんんんんだんだだだなででも上手になっていくんですよねだから写真も撮り方も上手になっていって自然とお客さんがつくようになってきたりとかやっぱり YouTubeTikTok そういった媒体使ってね あの商売する方増えてるんで自分の得意なものを人に見せる、ね、それを評価してもらってお金に換えるという道もちゃんとありますからぜひえトライしてほしいと思いますで私なんかね顔出したりとか顔出さなかったりとかしてるんですけど顔出し嫌いな人は別に物だけ写せばいいわけですよ。ね何も自分の、ね、顔出して「こんにちは」ってやる必要もないので。 私も YouTube やるときにいろんな葛藤がありました。もうこの全然話なんかできないだろうなと思って悩んでいた時期がずっとあったんですけどもういいや本だけ読んでればいいやって始め思い出して、まあ、ちょっといろんなことがあって本を読むのをやめてからまたいろんなことがねできるようになりました。だから諦める前に、えー、まず行動に移してみてください。で日々、えー、いろんなものを配信してます。 で一つ一つチェックに使ってもらったらいいと思います。ヒントに使ってもらったらいいと思います。私の Facebook とか YouTube、えー、まだちょっと今止まってますけど、TikTok 上げてます、えー。こういったものをヒントにしてもらって、チェックしてもらって、あ、こういうふうにやればいいのか、こういうことができるのかあ、ここの部分をちょっと変えてみよう、もっとこういうふうに工夫してみようっていうね、ヒントになってもらえれば、必ずあなたの生活変わっていきます。えー、まだ夜のの時代のエネルギーが 多いので、昼になりきれないっていうふうに考えている方は、それは夜のエネルギーが多いんじゃないです。あなたの癖、あなたの習慣があなたの今を引き寄せています。ここを改善してください。改善すれば、少なくとも私は変わりました。えー、2年前、5年前、もう本当に死にたいなって思うほど苦しい時、乗り越えてきてます。 だから、必ず今の苦しさは改善します、えー。チャレンジしてみてください。今日はここまで。またね